はい、どうもグリです。トラクルやっていきましょうということで、今回はですねやってまいりました戦え砂砂団ということでですね、ちっちゃい頃のビビー・コーザが出てきます。はい、あとお父さんが出てくるみたいですね。はい、まだちょっと出てきてないんですけれども、一応ですね今回こちらの砂砂団のエキスパートを行ってみたいんですけれども、その前に本ですね、今回戦国の本が落ちるみたいです。持ってません。もうレイリーの本でいっぱいです。どうしましょう。困りました。これはスゴフェスで出すしかないですね。はい、あとはサンジの特攻だったりとか、幸せなみの本が落ちるようになってます。あとはアラバスター編の人たちですね。はい、でまずですね、行く前に一つだけご紹介するのが、まずパーティーですね。はい、ご紹介したいんですけれども、斬撃パーになっております。で、ツイッターの方で少しお話しさせてもらったんですけれども、このパーティーですね、すごく安定してすごく早く行くことができたので、これでご紹介したいと思います。で、ミホークの斬パーになってます。で、ドフィーとかを入れてるんですけれども、基本的にドフィーとか必殺技使いません。はい、必殺技使う方は、ミスター3のみになっております。で、ボス戦のみになりますので、はい、なのでボス戦までにミスター3を貯めれれば問題ないのかなと思っております。で、船をですね、一応継承のためにボーイング2号で来てるんですけれども、棺船を持ってる方は棺船でもいいと思います。はい、で、一応血染めになってるんですけれども、もしその囚人のダズだったりとか持ってないっていう方は全然代用が効きますので、他に火力が高い斬撃で行ったらいいと思います。はい、ではね、早速行ってみたいと思います。で、今回ですね、今のところなんですけれども、パターンが2つありますので、はい、一応ですね、コーザとビビが最後に出てくるものと、ビビだけで出てくるものっていうのが今現状確認できてるんですけれども、それ2つ取りましたんで、一応同じパーティーなんですけど、左右で表示しますので、はい、好きな方を見ていただければなと思っております。それでは早速ね、行ってみたいと思います。レッツゴー、行きましょう。はい、それではやっていきましょう。で、1個だけですね、気をつけるところがあるとすれば、ミスター3をボス戦で使いたいっていうところなので、はい、それだけ気をつけるようにしていけば問題ないと思います。で、どっちも特に強いキャラとか、いないんですけれども、一応ですね、今回、2パターンということで、何パターンあるのかな、ちょっとわからないんですけれども、はい。今回2パターンということで、同じパーティーになってるんですけれども、ボス戦がちょっと違うということで、はい、やっております。で、講座のところは特に気をつけることなく、オートカーソルでいいと思います。講座がですね、攻撃した後にですね、攻撃力をものすごく上げてくるので、それだけ気をつけなきゃいけないんですけど、基本は2ターン突破でできると思います。全然いけますね。はい。で、特にですね、パーティーなんですけれども、サブですね、いろいろミスター1の囚人だったりとか入れてるんですけど、持ってない方とか、他だったら持ってるのにっていう方、全然代用が効くと思いますんで、一応ビビがね、心属性だっていうことで、地をいっぱい入れてきてるんですけど、この辺は、何でもいいのかなと思っております。ビビ正直なんか体力というか防御力が低いのかな、あんまり強くないので、はい、なので技属性を入れてきてもいいのかなと思っております。はい、他にですね、ガチャゲンだったら他に結構いろいろいると思うんですけど、ね、はい、それで持ってる中で作ってもらえたらいいと思います。で、ボス戦ですね、ビビとコーザが出てくるものとビビだけで出てくるものですね。で、他ちょっとわかんないんですけれども、一応この2パターンに行くと、必ずどちらもですね、ミスター3を先に撃ちます。はい。で、一旦遅延させます。で、ここで気をつけるのが、ビビを必ず最初のターンに倒しましょう。一ターン目に必ずね、倒さないと、二ターン目に船長効果の方をやってくるので、それやられるとちょっとかなり厄介です。はい。なので、必ずビビから倒します。で、またはコーザだったりとか、ビビだけで出てくる場合は、ただただ、殴っていけばいいのかなと思います。はい、でね、もう本当に今回は斬撃がすごく安定したので、今回これでねご紹介させていただいたんですけれども、うん、
で、同時同じぐらいですね。はい。こんな感じで、勇敢、濃厚攻略になります。結構安定するので、もしよければね、参考にしてみてください。うん。で、戦国の方が落ちますからね。もう2回目っていうね。うん。皆さん、周回頑張りましょう。ということで、一旦また戻ります。ご視聴ありがとう。はい。ということで、戻ってまいりました。今回ですね、戦国の本、これ3回目ですね。戦国の本が落ちます。はい。なので、皆さん周回、頑張りましょう。いろんなね、レイディのパーティーでも安定するよ、みたいな感じでね、フォロワーさんからお話ししてもらったんですけれども、はい。持ってません。ということで、今回残機で回ろうかなと思っております。はい。で、一応ですね、ビビーちゃんと、鉱山ですね、落ちたので、ご紹介したいんですけれども、とにかく可愛いですね。ビビちゃんですね。はい。ターン終了後にキャラの回復かける2倍の体力を回復すると。ほう。普通のビビと同じなんですけど、一応必殺技が残り体力が少ないほど敵単体に大ダメージを与えて、5ターンの間、ターン終了後、体力を終了回復すると。はい。うん。どうなんだろう。使い道あるかな、ちょっとわかんないですけど、コストがなんか低いのかな、コスト9なので、進化したらちょっとどうなるかわかんないんですけど、うん。ちょっと、使い道を見出していきたいと思っております。はい、次、鉱座。自分のスロットを即にし、2ターンの間、防御力ダウン中の敵に与えるダメージが 1.3 倍になる。うん。これはなかなかいいんじゃない？サディちゃんとかと相性がいいってことかな？相性って言っちゃった。相性がいいのかな？うん。戦長効果。お前なんかに負けるか！ 1 ミリの攻撃を 1.2 倍にし、体力と回復を激減すると。ほう。これダメじゃないのかな？うん。まあ。でも、攻撃を 1.2 倍。どうなんでしょうかね。彼らは使い道があるのでしょうか。いろいろね、考察、今後ね、していきたいと思いますので、一応ですね、今回から、もしかしたらね、スキル、必殺技レベル上げを全員を終わらせようの、回でまた動画撮るかなと思っておりますので、はい。その時にでもちょっと考察できればなと思っております。はい。で、今回はね、じゃあ砂団、エキスパートを行ってみたでございました。で、最後にもう一つだけちょっと告知させていただくと、8月の1日、サボとかが来るっていうことが確定したんですけれども、革命軍ですね。はい。が確定したんですけれども、その8月1日のスゴフェスを、予定では6時、からですね、スゴフェス大会ということで、仲良くしてもらってる方、4名プラス通話で1名ですね、はい。みんなで聞こうということで、はい、大会をしますので、もしよければ YouTube ライブの放送に来ていただければなと思っております、はい、みんなで楽しみながらね、スゴフェスできればなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てみてください。それでは他にもね、いろいろ動画上げていきますので、今後もね、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。バイバイ。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。